同級生の活躍が妬ましいです。同じ境遇からの活躍はなんでこいつがと嫉妬を感じます。どうしたら素直に祝福できるようになれるのでしょうか。これは妬みという問題ですね。この妬みの問題に関しては本題の方でお話しますが、実は妬みというのはですね、自分が妬んでる対象が自分が思ってるほどには幸福ではない、自分以上には必ずしも幸福ではないということに気づいていない、それが分からない無知、これから来ているということです。まあ逆に言うとですね、人は恵まれれば恵まれるほど、得れば得るほどその裏の苦しみもあるんですよね。得るとですね、失うのがすごく怖くなるわけですね。また得るとですね、もっと欲しくなるけど上には上がいるんですね。そして得るとですね、そういう奪い合いの場合はこれが奪い合いが激しくなって憎まれる妬まれるってことも大きくなるんですよね。こういったことで妬みを過剰に持つ人っていうのは自分が妬んでる対象、これがそれほど幸福ではないっていうことにまだ気づいてないし、そしてその裏側に自分を妬んでる人、自分を妬んでる人がいるってことは一切考えないってことですね。もっと欲しいとばっかり思って自分がいかに恵まれてるかで自分を妬む人もいるんだってことを見ない、そういうような心の歪みがあると思うんですが、妬み、しかしこの競争社会ではこの現代人に広く広がっているものだと思います。大抵ですね、他人を見ずに自分の努力に集中できる人はあんまり妬まないと思いますね。これどういうことかっていうと、努力する人っていうのはその努力できないってことはその怠け者ってことなんですけど、楽して幸福になりたいって思う人はですね、やっぱりその態度が卑屈や妬みを呼んでる部分があると思いますね。妬ましい人でもその怠惰でない人はですね、その人を自分の見本として自分も上がっていけるっていう気持ちがあると思うんですね。その人は邪魔じゃなくて自分の見本だって気持ちになるんだけど、しかし怠惰な人はですね、永久にですねその人を自分の見本とするっていう考えになれないし、だからその人が単純に自分が上に行くないしトップになるための邪魔みたいな感じになる。まあ以上、妬みっていうのは2つ。1つ目、その人が自分よりも必ずしも幸福ではない、持てば持つほど苦しみもあるということが分からない、この点の無知と、2つ目、自分の中の怠惰だから優れた人を自分の見本として努力して自分のために役立たせることができないという無意識的な認識から、その人が邪魔にばかり思えてしまう、そういうふうにこうそういう心理状態からこう生じてくるものだということをちょっと内省していただいたらいいんじゃないかなと思います。ただまあね、その妬みですごく苦しんでるんじゃなくて、妬みで反動で負けるものかって頑張れる人はですね、今言った話をですね、それほど実践してもらわなくてもまあいいかもしれませんね。妬みは卑屈でですね、で全然こううずくまってしまってこう前向きに生きていけないっていう、その妬みが本当に苦しみっていうか大きな障害になってる人でね、それは先ほど言ったようにそれほど妬む必要があるのか、そして妬む背景に自分がこう自分なりに爽やかな努力を自分のためにできてないってことがあるんじゃないかってことを考えてもらったらいいかなと、まあ、そう思います。